それでは、タイ全国一周の旅。今月はライオンまで行ってまいります。すでに、もうあまたの方まで来ちゃっているので、あとは1時間40分ですね。よし、はい。よし。はい。一回この子供のヘルメットが走ってる時飛んで、後ろの方に行っちゃったことがありましたね。ちゃんと閉めてもらわないと。OK？ OK。じゃあ行きましょう。はい、それではライオン県を簡単にご紹介させていただきます。ライオン県はバンコクの県境から東へ約170キロ離れた場所に西湿に広がり、純白な砂浜が金色の夕日に照らされる美しいビーチと、台湾の水平線上に浮かぶ緑あふれる孤島たちが語りかけてきます。舌の上でとろけるような新鮮なシーフードに、太陽の下でじっくりと熟したトロピカルフルーツの甘酸っぱさが絶妙に組み合わされます。そしてタイ料理の奥深い味わいを引き立てる、その土地だからこそ生まれる伝統的な調味料ナンプラーの醸造もこの土地の誇りとして知られています。ライオン県は感覚を刺激し心を魅了するタイの神髄を体感する場所として、多くの旅人たちの心を掴んで離しません。はい、ということでもう早速サメット島にやってきて海に浮かんでおります。サメット島はライオン県にある小さな島で、バンコクから南東へ約200キロ、バンペイの海岸線を背にした青い水平線上、たった 6.5 キロ先に佇んでいます。サイケオビーチにおいて眼下に広がる約800メートルの真っ白な砂浜は、島の中でも特別に美しいと評される場所で、日の光が砂に反射し輝く海とのコントラストが心を奪います。波打ち際でカヌーの漕ぎ出しや他のマリンスポーツでの興奮はもちろん、静かに過ごす時間も最強ビーチの魅力の一つ。ゆったりとした時間の中で心地よい風とともに穏やかな波の音が訪れる人々の心を癒してくれます。来ました。こちらサメット島の名物ファイヤーショーであります。サメット島の夜に繰り広げられる伝統の舞ファイヤーショーは、最強ビーチを訪れる多くの旅行者を魅了してやみません。夜の海風を感じながら、足元には白車、目の前に広がるのは情熱的な踊る炎の舞。特に砂浜に点在するレストランの中で夕食の一皿とともにこの伝統を楽しむことは、まさに南国の夢のようなひとときを体験することができます。その中でもレストランポロイタレーは、その名を冠するように最高のファイヤーショーが繰り広げられる場所として、訪れる人々の間で絶大な人気を誇ります。炎の舞の美しさと砂浜でのディナーの贅沢が交差する瞬間は、まさに感動の一幕となることでしょう。
はい、ということで今回もライオン県を回って個人的に良かったベスト3を発表したいと思います。まず第3位はトゥープロントンであります。こちらは今動画でも流している通りマングローブの畑なんですよ。ライオン県最大の規模を誇る約2400エーカーあるマングローブ畑ということで、これだけの規模のマングローブを見たことがなかったので結構面白かったですね。はい、続きまして第2位はスパットラーランドでございます。こちらは市内から約20キロ内陸に向かったところにある観光果樹園なんですけれども、まあこの果樹園の中ではトラックに乗せられていろいろ回ることができて、いろんなフルーツを堪能できることができるんですけれども、まあそれはそれで良かったとして、ここに行くまでの道中ですごく嬉しいことがあったんですよ。それはこの景色を見て相棒が綺麗だねと言ってくれたことなんですよ。このタイ全国一周をバイクで2人で回る旅というのは3つ目的がありまして、そのうちの1つは相棒をいろんなところに連れて行ってそのセンスを磨くことなんですよ。なのでこの景色を見て綺麗だと感じてくれることがものすごく嬉しかったんですよ。はい、続きましてライオン県を回って個人的に一番良かったところはサメット島であります。やっぱりね、ライオン県といえばサメット島なんですよ。そのサメット島には先ほどもご紹介した名物のファイヤーショーがあるじゃないですか。ね、他にもバイクをレンタルしてサメット島を冒険することもできるんですよ。サメット島だけじゃないですよ。サメット島を拠点にしていくつかアイランドホッピングのツアーもあるんですよ。ね、だからパタヤ、南島とは違った魅力、海と島のリゾートが楽しめるライオン県などでありました。はい、ということでタイ全国一周男2人のバイク旅第21件目はライオン県でありました。残りの件数はあと52件。今回の走行距離は582キロ、今までの累計距離は 24,130 キロとなりました。ということでこのように私たちはタイ全国一周をバイクで回っておりますので、タイの皆さん、これからも応援をよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。サワディカー。夢見ていますか、この国の未来を。もがいていますか、明日を生きるため。志高く駆け抜けた同志の